自民党総裁選の決選投票で石破茂首相に敗れた高市早苗氏。女性として初めて首相の椅子に座りかけた高市氏の今後は気になるところだ。一部報道では新党結成かと注目されたが、そんな動きはあるのだろうか。政治ジャーナリストの青山和弘氏は意外なところに危うさがあると指摘する。今は腰炭炭とポスト石破狙い。 石橋から総務会長を打診されたが誇示した高市氏ノンフィクション作家の桃田直樹氏や名古屋市長の河村隆氏と新党を結成するのではという報道が流れたがこの点について青山氏はどう見たかまず自民党を離れることは考えていないと思いますこの段階で党を飛び出していいことはありません例えば自民党から二百人がついてくるというようなことは 考えにくいです。ひとまず、離党という選択肢はなさそうだが、今は、総務会長就任を誇示して無役ですから、この状況が2年、3年と続くのであれば、選択肢として浮上する、可能性はありますが、この段階ではむやみに考えてはいないと思います。自民党でトップを取るんだ、という思いが強いでしょう。 腰淡々とポスト石破を狙う中でどうすればいいのかと考えているのではないでしょうかとの見方も示した。毎日新聞と民間のデータ調査会社社会調査研究センターが3日に行った全国世論調査では決選投票で石破首相に敗れた高市氏の今後の政治活動に期待するか尋ねたところ期待するが43%で期待しない38%を上回り 分からないも19%あったと報道されている期待される政治活動をしつつさらにはポスト石破を目指すと見られる高市氏に必要な要素とは何だろうか青山氏はこう話す高市氏は保守の受け皿であるとともに以前の石破氏のようないざという時の総理候補のポジションも期待されているのではないでしょうか高市さんが 岩盤保守層に強く支持されていることは間違いありませんしかし同時に総裁になるにはいわゆる党内穏健派にも気を配ってアプローチしなければならないことを分かっていると思いますその証拠に総裁選の決選投票での演説では保守的な姿勢は一切見せず穏健派に対して党内融和を強調しました支持基盤だけでなく 恩恵派ににもアプローチしていいいくにはどうすればいいのか議員の支持を広げることが不可欠です。異論会で今回の支持者の結束を保つことも大事ですが、仲間を今まで以上に作る。今、高市氏は石破首相が以前いたような非主流派のポジションにいます。しかも今の石破政権は盤石とは言い難い。いざとなったら、党内からも国民からも、 次は高市氏の強みは諸刃の剣、竹千代氏は総裁選では決選投票で敗れたものの9人の候補者の中で最も多くの党員票を獲得したその一因となったのが高市応援団と呼ばれる存在だ青山氏がこう解説する。高市氏は 総裁選に出馬する際の20人の推薦人を集めるところでかなり苦労していました。高市氏自身は政治家としてかなりエッジが立ったですし、人付き合いが上手い方ではありません。他の議員との調整力とか交渉力は以前から疑問視されてきたんです。しかし、総裁選挙ではあれだけ進むしました。これは、いわゆる高市応援団が世論を盛り上げたことも、 要因の一つです議員ではない彼らが YouTube やインターネット、SNS を駆使して激しく発信していたからその勢いや熱量に引っ張られて人気が上がっていった側面は否定できないと思います。応援団による高市氏への支援の熱は投票日が近づくごとに増していったが同時に他候補への攻撃も見られた。ここに 高市氏の危うさが隠れているる。と青山氏氏は指摘する高市氏の応援団は熱を帯びて高市陣営と支持者を引っ張ってきましたしかし同時に排他的で攻撃力も強い例えば小林鷹野氏の支持に回ったかつての高市氏支持者を裏切り者と断罪した河野太郎氏や林芳正氏のこともこれまで小日中派などとののしってきたりしているんです これが高市氏の抱えるジレンマです。例えば今回の決選投票で麻生太郎氏が麻生派議員に高市氏への投票を呼びかけましたが麻生派でも河野氏やその周辺は石破さんに投票したとみられます。高市氏の議員からも応援団の攻撃力が強すぎで取れるはずの票も取れないと嘆く声が聞かれます。高市氏があくまで 次の首相を狙うのであれば極端に右に寄るだけではなく真ん中に近い道も歩まなければならないということだろう以下はネット上の意見をまとめたものですそもそも次の総裁選で自民党が政権から転げ落ちる可能性だってありその原因として麻生氏のようなキングメーカー気取りの超高齢議員もその一つとなるかもしれない 老兵は静かに去ってくださいいと思います。今の石破氏も総裁選での主張とこがずれすぎていますが高市氏も右に寄りすぎているのでもし政権を取った場合にも同じようになるのでしょうかもしくは原理主義を貫き国際社会との関係に苦慮することにななるのでしょうか首相候補たる者できもしないことを訴えないでもらいたいし実際に首相になったことを想定して主張なり 発言をしてほしい。右も左も信者がやりすぎて、庶民の反感を買うのは日常です。排他的で応援する候補を立てる発言だけなら良いが、対立候補をけなす発言は明らかに自分の首を絞めています。信者になると視野が狭くなり、周りが見えなくなりますので、少し距離を置いて俯瞰的に物事を見ることが大事です。結局、 自民党内のの右派派とリベラル派の争いだけであって、国民にすれば自民党が政権政党であることの是非が重要安倍崇拝の高市氏に対してまずは岸田路線の継承を打ち出し経済政策面では新しい資本主義である石破カラーが出るのは外交防衛と地方創生の部分であり国民はここを見極めたいところ高市さんが 首相の椅子を逃したのは座らせてはいけないと思った人が多かったからに過ぎませんこの人を押すのは特定の考えを持ったコアな人たちだけですそうではない人にとっては周りが見えてない強量な人どこへ走るかわからない危険な人と移ってしまいます次の総裁選を狙ってるんでしょうが今のままでは同じ結果です自分の仲間だけに目配りするのではなく ももっっと視野を広げてて国民目線の人にに総理になってもらいたいです高市さんに靖国参拝を求める声は一見すると高市さんを応援しているように見えるけどこれをやったら政治的経済的には大混乱になるでしょう多くの有権者は穏健な保守なのでリアルに考えたら引いてしまうので選挙で多数は取れず結局 総理大臣にはなれません。ということは、高市さんに靖国神社参拝を求めるのは、高市さんをいつまでも総理にしないための高等戦術なのではないかと思っています。そういう人たちが煽っているのでしょう。応援団の人たちは、ある意味、単純でお人よしなので、自分たちが足を引っ張っていることすら気がつかないと思います。日本人は、 極端を嫌う傾向にある高派の岩盤保守層ばっかり向く高市氏では広く受け入れられることは難しいのではないか高市氏は総理総裁になりたかったら現実論で語るべきだね例えば彼女は総理として靖国を参拝するとあの安倍さんでも断定しなかった総理大臣という肩書きで行くことがいかに日本の国益を損ない 結果として外交が身動き取れない状態になることが分かっていない。靖国参拝は中国や韓国だけでなく同盟国の米国だって容認しないと考えないのだろうか。